お疲れ様です。お疲れ様です。どうも。こっちか。どうぞ。どうも、今日は、前回ね、トッシー君のまたマニアックな機材の説明だけで、はい、終わっちゃったんで。なんで今回あのね、こう目的のこれわかるかな、ね、ここにマイクがありますね。皆さん大好きなドラマー大好きな EAD10 ヤマハの、はい、EAD10 です、ね、こちらをちょっとね、僕は使いたい使いたいってずっと思ってたんで、ちょっと使わせてもらいたいんですけど、ちょっとじゃあ早速 EAD10 のちょっと軽い根本的な説明から。軽い根本的な説明、何ミス、まあ基本的にはあのドラムに対してエフェクトをかけられる機械っていうのがまず1位、うんうんうん、ここ見てもらえば分かるんですけど、あのコンプレッサーってなってますね今、はいはい、これが、まあ、メインで使ってるやつなんですけど、うん、音色というか、うん、こういう風にあのなんつったらいいんだ、ステージのリバーブだとか、うん、そうフランジャーとか、分かりやすいのだとリバースゲート、うん、あとはアリーナっていって全体的にリバーブが強めの、うんうん、リバーブトリガーが強めの音色があったりとか。なるほどね。結構ドラムにエフェクトかけられる系。そうですね。だから小規模な会場とかだったりとかだと、うん、EAD10 とあとは必要なところに少数の点のマイクを当てて、うん、あのこいつでリバーブとかをかけてあげてスピーカーから出音すると。なるほど。そうすると結構あの文化祭レベルとかでも、うん、いい音で出せるんじゃないかなと思っております。はいはいはい、はい。てかそのように使っております。面白いですね。まあ、はい、あれだよね、ここにさコンデンサーマイクが1個あって、そうですね、でこれでドラムセット全体の音を拾えるっていうのがすごい、そうなかなか画期的です。マイク1個だけで、うん、ミキサー、そうミキサーのここ一口で、うん、あの一応マイク全体をかろうじてですけど拾えるっていう、なるほどなるほど、ライブにおいての強みであります、うん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 、でこいつのもう一個強い点が、うん、まあ皆さんご存知録音の部分について、そうだよね、はい、そうなの、これをね、なんかスマホとつなげて、はい、そう、あの演奏してみた、叩いてみたとかやってる人がたくさんいて、すごいなぁと俺もなってたんですよ、はい、そう、こいつをあのスマートフォンの、うん、レックンシェアという専用アプリ、うんうん、このアプリを使って動画の撮影と録音ができると、うんうんうん、でこのアプリなんですけど、このアプリと合わせて使うことで、うん、WAV ファイルに、WAV ファイルだったりとかにした、うんうん、楽曲を自動で、うん、このアプリが BPM を測定して、うん、クリックを打ってくれるんですよ。だからクリックを打ちながら、うん、あのドラムを叩けると。だから電子ドラムで叩いて録音するとき、パソコンから電子ドラムで出力してドラムを叩いてる人とかはそれに近い感覚で録音ができるんじゃないかなと思います。そうですね、はい、俺毎回クリック作ってるけど、うんうんうん、その手間がなくなります。だからパソコンとかでクリックを作らなくてもよくなる。すげえなそれは、はい、それすげえな。でもうここのスタートレコーディングってものを押すだけでレコーディングの準備が始まります。ああ本当だ。で動画モードになって、はい、動画も撮れるわけだ。はい、動画も撮れます。やばー単に。こいつがその始まる前に何秒かのカウント、うーん、20秒にしておけば、うん、ああそうか、一人でもレコーディングできるような20秒セルフタイマーそれから置いといてね、はい、みたいな。なるほどなるほどなるほど。それを自分で設定できるとか、こういう細かいところもだいぶ手が込んでて、うーん、内カメでも撮ることができたりとか。ああなるほど。ハロー、映らないけど。ハロー、どこだ、いた。そう、こういう感じだったり、うんうん、まあ結構美味しい機能がたっぷりついてると。すごいね、はい、いやかなり画期的っすね。画期的です、この子、うんうん、今の時代にめちゃめちゃマッチしてる。ニーズがめちゃくちゃ、うん、多分叩いてみたとかの動画が増えたのも、うん、めちゃくちゃこの子の影響あると思います、うん、ああそうだね。パソコンとか揃えると多分、まあ、なんだかんだ7万8万かかって、うんうんうん、でそんであの最低限ミックスをする技術とかも必要だったりするんですけど、この子あればそこは全部省略できるという。そう思うと4万って決して高くはない。そう高くないんですよ ね、 高くないですね。前の動画だか前の前の動画だかで僕が安いって言ったのはこういうことです。うんできることを考えたら、うん、この価格はある種妥当というか。確かに、うん、いいなぁ。なんか聞いてるだけで、はい、聞いてるだけで欲しくなっちゃったということで買いましょう。ヤマハさんの最速動画になっちゃう、はい、まあね、はい、アマゾンのリンク貼ってきますんで。いいと思います。なるほど、ここが結構強みですね。俺はこれをなんか
イヤホンとかして撮れるわけ。イヤホンで撮れますね。曲流すんだったらイヤホン使えばいいんですけど、流さないんだったら別にこうやって撮ってるだけでも、ああ、そっかそっかそっか、別に録音ボタンを押してこうやって撮ってるだけでも全然音は取れますね。ああ、そっかそっか、それもそっか、面白い。だから、あの意外と叩いてみた音を取ろうとすると、うん、結構その音源を、まあ、用意したりとか、あの手間があったりしますけど、簡単に例えば、うん、バンド内で合わせる時のこういうのでどうですかっていう仮の録音とか、そういう場面でも持ってるだけで活かせるかなと。スマホなんかで撮るよりは全然ですね。はい、すね。という部分でこの子は結構優れもんです。素晴らしいです、はいはい、では早速やってみますか。そうですね、行ってみましょう。はい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 、あ、まあね、今ちょっとスマホのスピーカーだからちょっとそれはね、まあパッとやるけど、でもコンプかかってる感じするね。そうなんですよ、まあ、当然コンプかけてるんですけど、うん、こういう感じで、全然いいな音。そう、画質もかなり満足いく、うん、全然いいね。そうか、これヤマハのアプリのカメラってことだもんね。そうですね、ヤマハのアメラのカプリ、あ、アメリのカメラアプリのカメラか、アプリのカメラで撮ってこんな感じですね。俺も間違ったよ。なんでもう全然その手軽に撮れる範囲としては、そう、俺さ、ハイハットが遠いからちょっと気にしてたの。どうかなと思って。全然問題ないね。
どちらかといえばハイハットが遠いことよりもライドが近いことの方が、あーなるほど、ワンタムにもしかしたらちょっと相性悪いかも、若干。そうですね、ライドがうるさく乗っちゃう可能性は若干、だから音量バランスがそう1個のマイクでしか撮ってないとできないんで、なるほどなるほど、ちょっとそこはまあ苦手とする部分ではあるかもしれないですね。確かに確かに、ツータムの方がなんか強そうな感じはあるかもね、若干、まあ、多分想定されてるのは本来ツータムなんじゃないかなっていう。なるほどね、まあしょうがないね。まあただそれも例えばマイクの位置をちょっとスネア側に近づけてあげるとかすれば若干改善はされるので。なるほどなるほど。はい、あーでもこんな簡単に演奏してみたら撮れるってずるいよな。そう、まああのあれなんですよ、ただ EAD10 ってマイクの特性上絶対似たような音になっちゃうんですね。あーだからなるほど、動画を見てて EAD10 で撮ってる人、動画投稿者の方を見るとイエディだってなるんですよ。なるほど、ね、絶対に音で。なるほど、ね、だからまあ当然その EAD10 一本で撮れるんですけど、うん、使える設備があるのであれば、うん、マイクの一つとして EAD10 を使うと面白いかなと、うんうん、なるほど、はい、単純になんかまあこれだけでも十分いい音なんですけど、多分上としここに横に一本ずつ立てて、まあスネアに1本立てる、だからそのマイクもこれ、あこいつは使えないんで、こいつをオーディオインターフェースとして、だからいや、だからその元から普段からそのマイクを使って録音してる方でも持つ意味があるかなと。そういうことね。そう、4口のオーディオインターフェースで全体が1個と、うん、あと別が3個使えることになるので、はいはい、ってなるとまあやっぱりお得というか。そうだね、はい、そうですね。まあちょっと使い方に癖はあるというか、おお、この辺のつまみいじったり、ね、エフェクトのかけ方を変えたりとかもしなきゃいけない。ああ、そっかそっか。そう、こういう風にエフェクトのかかり方とか、うん、あのバスドラムのトリガーのかかり方とかも変わるので、うん、結構そこの個人的にはトリガーのかかり具合が EAD10 っぽい音が出るかどうかの違いだと思ってます。なるほど。これがかかればかかるほど、あの本当に EAD10 の音に近くなっていくと、うん、いう感じがしますね。面白いっすね。いや楽しかった、はい、ちょっと後でね、その実際に撮ったものを送ってもらうんで、そのチェックがすごい楽しみ。はい、うん、ちょっとね、それは楽しみで。でも今回はね、EAD10 のちょっと紹介をしてもらったんでありがとうございました。はい、ね、俺もちょっと欲しくなった。ヤマハさん、4万円入りました。営業が成功ってことで、はい、ということで、はい、はい、じゃあまた次回ね、またもうどんどん通していくんで、なんか気づいたらちょくちょく動画撮っていきたいんでね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。